42年前の今日、この地で産声を上げた新日本プロレス。昨年の旗揚げ記念日、メインイベントは IWGP ヘビー級王者とジュニアヘビー級王者による夢の対決が実現した。そして今年、新日本プロレスが生まれた場所で僕という本物がまた試合できるのは運命なのかなと思いますけどね。 IWGP ヘビー級王者、レインメーカー岡田和親。嬉しいですね、なんかここで試合ができるのが。いやー、それにメインで出れるのはやっぱ最高ですよね。 IWGP ジュニアヘビー級王者、ゴールデンスター井伏晃太。まあ、今回やっぱりその見たことない人たちにもまあ伝わるプロレスをしつつも、まあやっぱり勝ちたいですよね。昨年夏のシングル初対決で岡田に敗れた井伏は、記念すべき場所でリベンジを誓う。チャンス、ヘビーのベルトにチャンス、挑戦したいですよね。あの時よりもさらに輝きを増したゴールデンスター。夢はヘビージュニアダブル体感。それは勝ってから考えてもらったらいいんじゃないかなと。ゴールデンスターって名乗るんだったらそれなりの試合をしてもらいたいなと思いますけどね。じゃなきゃただのスターでも、いやもしかしたらスターダストかも、いやダストかもしれないです。新たなる黄金時代に挑むレインメーカー、プロレスの今を見せる。もう猪木ババアじゃないんだよって、プロレスは今岡田で動いてるんだよって見せたいなと思いますね。岡田選手相当夢があるなと思うんですよね。夢より金みたいなことを言ってましたけど、前その部分で夢対夢なんじゃないかみたいな、はい、思います。僕のテーマはもう楽しむことですね。せっかくの旗揚げ記念日なんで盛り上げていきたいなという感じですね。42年目を迎える今日、今を体現する2人が見せる This is プロレス。記念日スペシャルシングルマッチ、井伏晃太 VS 岡田和親。